アベノハルカス近鉄本店に彩りマルシェがオープンしました。ナチュラルをテーマとしまして、新大人世代と呼ばれる大人の方たちがたまって楽しんでいただけるような売り場を目指しております。コンセプトは大人のたまり場でございます。アパレルをはじめ食品やライフスタイル雑貨、その他ポップアップスペースや日替わりのワークショップスペースなども設けております。毎週週替わりで食品であったりとか絵画の原画展をしたりとか、あとはワークショップをしたり、毎週毎週日替わりで違うものが楽しめるようになっています。コロナ禍で生活のスタイルが非常に変わりまして、百貨店にも行く機会がすごく減ったと思うんですけれども、なんとなくこう用事がなくてもフラッと立ち寄っていただいて販売員さんと喋っていただいたりとか、ワークショップを通してお友達を作っていただいたりっていうような形で気軽に利用していただければと思います。以上、アベノハルカス近鉄本店からアベノ経済新聞がお伝えしました。